それでは帝国となりましたので始めさせていただきたいと思います、えー、皆さん改めましてこんにちは日本科学未来館へようこそお越しくださいました本日のファシリテーターを務めます科学コミュニケーターの久保と申します本日はですねサイエンティストトークといたしまして東京大学の生産技術研究所より浦部千代先生をお招きしてこちらのような数理モデリングで感染症の広がりを防げ 数理モデル大実験と題してご講演いただきたいと思います。時間なんですけども、1時間を予定していますので、後には質問タイムを設けますので、ぜひお聞きになっていってください。今回のイベントですけども、皆さんから見て左手奥のメディアラボという展示がありますが、その第13期1たす1が2じゃない世界の関連したイベントとして開催させていただきます。では、浦部先生、よろしくお願いします。 よろしくお願いします。えっ、ー、と本日はとてもたくさんの人に来ていただいて、とても緊張してしまっているんですが、あの頑張りたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> はい、えっ、ー、と今回はこのようなタイトルでお話しするんですが、まずまあ流れをちょっとえっ、ー、と。まずあの卜部と言われてもお前なんだってことだと思うので、えっ、ー、と。まあ研究者の1サンプルとしてどういう人間がいてまあ。 こんな感じで研究している人もいるんだというサンプルとして、えー、と私のまあ研究こんな研究してきましたとかこんな感じでしたみたいな話をちょっと話させていただいてそのっ、えー、とに今のテーマである感染症電波の数理モデルについて少しお話をさせていただきたいと思います。まず数理モデルって何ってて何いうところから、まあ まあできる限り私の理解が及ぶところっていうのが多分説明の限界だと思うのでそこまで頑張りたいと思いますただあのこういう話っていうのは下手に小難しく話しても結局本質を捉えたことにはならないのでえと皆様分からないぞって言った時は皆様が何か な知識がないとかそんなことではなく説明者が悪いと思ってあの質問をいただければと思います。でそれからそのあ、えっとにこちら未来館でさせていただいた推、えっと、理モデル大実験の中身とかどんなことをしたかという話と あの40名の方にはそのバッジを持っていただいて実際、ちょっと体験していただくということを考えております。で、最後に質問コーナーなんですが、ここは個人的には一番怖いところで、えーと、質問されても分かることと分からないことと、分かるか分からないか分からないことがあるので、まあ、全力でお答えはいたしますが、えーと、分からない場合はご容赦いただければと思いますよろししくお願いします。 もともと都心部ではなく非常にのどかな田園地帯で育ったのであの基本的にゲームとかほとんどな,ない時代だったのであの野山を駆け巡り 田んぼを荒らしてたまに怒られたりとかあのやんちゃなあのわんぱくな子供がしたことを一通りして育ってきましたでそのはまに県立高校を卒業したっとにその中学校の頃とか全然その数学とか理科がとても得意なわけじゃなかったんですけど数学の証明とかがとても楽しくなってしまってこうなったら何か研究職に就きたいなと研究職って考えて研究してそれで生活できれば 個人的にはとても幸せと思ったので研究職目指してその後にまあ物理学科奈良女子大学の物理学科あと修士の方はあの同じくその上のところになるんですが大学院の方の人間文化研究科の博士全期課程を。 でそこではもう奈良なのでもう校内にはとても鹿がうろうろしていて弓道場は鹿のたまり場になっているようなある種またここものどかなところでのびのびと,、えー、と研究と勉強とあとちょっと部活をかなり励んでしまったんですが生活をしておりましたでもそのまあいろいろやりながらもやっぱりその研究者として何か面白いことをしたいぞと思いでその時に、えー、と粉体粉 これ粉体っていうと何って大体言われてそれはその通りだと思うんですけどあの例えばビーチとかあの小粒の塊で砂がたくさんあってみんなで山作ったりするんですけど一個一個の粒々の動きっていうのはとても単純で当たって跳ね返るただそれだけのことなのにそれがいっぱい集まるととても複雑なことを起こすんですね例えば工場のパイプンダクトが詰まっちゃったりするのもあれがただは水じゃなくて粉で粒々だから詰まりやすかったりとか。 つぶつぶだからこんな振る舞いをするっていうのがたくさん現象としてあるのでそういうものを研究したいと思ってその研究をされている先生がいる京都大学大学院の人間文化研究科の博士国家庭に編入学しました、えっと、一応こういう人間文化研究科とついているんですが中身は物理の研究室で、えっと、今はちょっと研究室移動しちゃったんですけど中身は物理で学位を取りましたで 学位を取得した後には、えー、と今時の,あの流れの通りいろんなところで、えー、とポス読とか、えー、とポス読もしたし非常勤講師もしたし特任研究員をしたり研究推進員をしたり、えー、と常にこう職がな,なくなる危険性はもちろん皆さん今は時代の研究者そうだと思うんですけど、えー、と1年とか2年で職が切れるようなポスト、まあ、そういうポジションについたりとか3年で切れると分かっているところについたりするので常にその その場その場で全力でその仕事をしながら次にもちゃんとつなげていけるようにあの経歴を積むっていうか研究を積むっていうことをしていかなきゃいけないんでその卒業後に京都大学大阪大学明治大学等々を経て今あの,あの東京大学生産技術研究所にえっと 就職をさせていたただきました、まあ、これもまたその特任がついたのでまたしばらくしたら職を変わるということになるんですけどこの1個前としてえっと今のメディアラボ第13期のメディアラボの展示のメインと主催しているあの主の研究テーマを紹介しているファーストアイハラプロジェクトでえっとあの働かせていただいていましたその関係で今回お話しさせていただけるということになります。でまあ現在も常 次につなげるために真面目にあの、えー、研究活動中でございます。で、えっ、ー、とこれまでの研究歴いろいろあって、えっ、ー、と感染症とつながらないぞって話をあえて持ってきてみました。えっ、ー、とこれは、えー、柔らかい物質と硬い物質を混ぜて、えー、破壊に強いとか、むしろあの 破壊されやすすすいものとかを作ったりするんですね。安全設計の上ではやっぱり壊れてもらわなきゃ困るものもあるし壊れてもらっちゃ困るものもあるそういうものは、えー、と工学の,あの材料系の方がいろんなものをこう混ぜてこうしたら強くなるんじゃないかとかあのその材料でけ実験して経験して学んでいくものなんですが、えー、と数理モデルの視点から見るとまず柔らかいものと硬いものがあったら何か強くなるのっていう単純な疑問が。 ありましたでその上でじゃあ柔らかいもの硬いものっていろいろあるけどまあじゃあバネにしちゃおうかなってってここの、えー、と中に細かい線が入っているんですけど実はバネですこれシミュレーションの動画をお見せしているんですが、えー、とシステムを作ってもう破壊始まっちゃいましたけどシステムを作って初期の切り目を入れて横を引っ張るとそうするとこの赤い部分が力がかかってる部分なんですけれどあの 亀裂の先端、この破壊したところの先端に力がかかって切れやすくなって、こういうふうに、これ、硬いバネだけで作った場合は、こういうふうに簡単に壊れてしまう。一方で、柔らかいものと硬いものを混ぜて、だけど同じ力で壊れるように設定しただけですで。混ぜ方はランダムに混ぜたので、特に何も考えてません。だけど同じように引っ張っても、なかなか切れにくいのは、この赤い部分がここにぎゅっと集中せずに。 遠いところにも行ってくれるからみんなが支えてくれるからいっぺんに破断せずに破断する時もこうわやわやこうたくさんこうくねってるってことはたくさんのバネを切らなきゃいけないので破壊に対しても強くなるっていうのを、えー、とシミュレーションと解析によって研究を行っていました一応あのここ論文書いてあるんですけど、えー、研究のルールとして過去の自分の論文であっても人の論文であっても、えー、とこういう時に引用する時には必ず あの入れななきゃいけないけ誰の研究かというのを常に示さなきゃいけないというルールがありますのでそのせいで入れておりますででもう一つは感染症なんですけどこれは感染症とはいえちょっと感染症に見えないと思います。一旦なんだこれっていうのをちょっと見ていただこうかなとこんなものを言っていて何をしているかというとこの中にたくさんの人が実はいると思っています。 そして赤い部分が感染した人でそれがどういうふうに広がっていくか初めに赤い部分こっあ間違った感染者を真ん中に置いた時に矢印がいたこうずっと外の人にどんどん広がっていって感染したら治ることにしているので。 治った人にはもうかからないどんどん外に広がっていくということが起きます。でこれは、えー、と感染したら潜伏期間がなくほとんどなくてあと人にうつせる状態になった場合に、ね、今のようになります。一方で潜伏期間があってその間にうろうろ動き回ったバージョンっていうのがこちらで初め真ん中からいて広がるんですけど広がりの幅が広いんですね。あの潜伏期間の間ののに動き回れるので より多くのところに感染した人が広がることができてしまってそれでこのように多くの人が感染するということが起きてしまっているようですこれシミュレーションによる結果なんですけど数理モデルを用いて考えて今あの現在論文執筆中ですのでここに何もないという <laughs> 頑張っております、はい、でそういう研究をしておりますでそこからここから本題ですねまず感染症のデデー数理モデルの ままず数理モデルって何からいいきたいと思います。ここも私もいつも日々考えてる数理モデルって何だろうって実は日々考えてるようなことなんですけどまず単純に分けると数理のモデル数理ってまあ辞書を引くと数学とか科学とか言われていてモデルって言ったら模型とか模範をモデルと呼んだりするんですけれど今回ここで数理モデルという一言で言った場合にえっとこれ言葉で 短く書いたんですけど対象となるものから必要な特徴や性質を取り出して表したものもうめちゃくちゃこれは風鈴モデルの上積みというか、まあ、表面部分しかこの言葉ではちょっと言い表してないと思うんですけれど今の感染症みたいなものでも実際はすごく複雑なものなんですね。というのはもし誰かがかかるとウイルスをまあ何か取ってしまって体内でウイルスが増殖して。 どこまでかかわらないある程度増殖すると人にうつせる状態になってそうするとその感染した人がうろうろ動いて何かの、まあまあ、必要があって動くいろいろあると思いますが動いて誰かと接触した時に偶然その人が移ってっていうことが起こるんですけどこの時にまず体内の免疫反応のシステムが。 とても複雑で、私ちょっとついていけないぐらい複雑な式とかよく見かけるんですけどそれから出た時の飛沫がどう飛ぶかどの範囲に飛ぶかどれぐらいの,そのウイルス量がそこにあるかっていうのも多分そこはそこで複雑な研究があってかつ、えー、と人の移動についてもいろいろ今研究がどんどん進んでいる、まあ、進化中の分野なのでそこについても 本当はもっと深く考えなきゃいけないところがあります。そういうものがいろいろ混ぜてようやく感染が広がる伝播するってことが起きるんですが、それを数理モデルのまあ、いろんな単純化の方法があるんですけど、次にあのお示しする方法は最も単純なものの一つになります。あ、すみません次じゃないです。まず感染症でした。で,で今感染症って言ってるんですけど。 感染症、も皆さんご存知のインフルエンザとか人から人にうつるもの、まあ、人でなくても牛でうつるものも感染症ともちろん呼びますで電波は今、ただ広がることを伝わって広がることを電波と言っていてで、まあ、後ろでずるずる流れているのは、えー、と一応法律上こういうものが感染症だよっていうのがすごい長い条文条文でかこうあるんですけどまあ ちゃんと把握するのはとても大変です。まあ、深いなあと思いながらあの横目で見ている感じですけどでもちろん感染症というのは国内だけじゃなくて世界的な広がりというのが問題になっていてこれは WHO のホームページから皆さんあの取ってこれるデータです。えー、と例えばネットでフルーネットと引いていただくとこのデータを置いてあるページに行けます。たただだし英語ななのででそここははちょっっとと頑張っていけけれればなと思うんですけど、えー、とこれは北半球の えっと横軸が、えっと、これ2013年から始まってますね、2013年、ここから2014年の横軸ウィークって書いて週の番号で、縦軸は感染者の数ですね、で色分けしてあるのが、えっと、サブタイプです、例えば、えっと、この薄い色の部分、これは A 型の H1N1、えっと、2009年にパンデミックを起こしたものがまだここら辺に生き残っているんですね。 でこの時期がちょうど北半球のデータなので冬に当たるところにピークは来ていてこの辺でガッと感染者が増えてまあ春から夏にかけてこれ、できるだけ最近でも落とってきたのでまあまあ,まあ夏に近いですけど見かけてぐっと落ちているとでこれ、ちなみにこれ北半球だけのデータなんですけど南半球だともちろんピークはもうこういうところにちょっとシフトしますというのは北半球が冬のとき南半球夏なので。 季節が逆転する影響でそのウイルスにとっていい環境っていうのがあの時間的にシフトするのでそのせいでピークはずれますそうすると本当は世界的に見ると南半球で流行ったものが冬になって北半球に逆もあ,りあってそのせいで世界中にいろんなインフルエンザがもうどうも広がっているみたいですねあのご興味はぜひこういうものを調べてみるとこのインフルエンザだけじゃなくていくつかの感染症についてももうちょっと詳しく国別とかでも調べることができると思います。 でえー、と感染症が伝播するときにこう世界的に広があるのはなんでこんなに広があるのかと先ほどちょっとお話にも出たんですけど、えー、とどんどん人が移動するから接触すれば感染の可能性があるなので、えー、とかどんどんこう人が今みたいに飛行機でどんどんあのいろんな国に行けるぞとしかも結構便利だぞっていうときにはもうあっという間にその国を渡って移動してしまってうっかり。 潜伏期間とかの間に知らず日本にも行ってしまってそのせいでその国であの広がってしまったりとかまあ国内の交通機関も新幹線も便利ですしいろんな遠いところにも飛行機新幹線でふわっと行くことができるとそういうことでえっと国を越えてとかいろんな移動があることでどんどん広がってしまうようになっていますでちなみにここから多分見つけるとかあるんですけど これは数理モデルのステップで初めに現あの対象となる現象を見つけることがなければ何も始まらないのでこれ今、初めのステップで見つけるというふうに書いてあります。このあとまた別のステップでは同じように違う言葉が入ってくると思います。で、今、先ほどお示しすると言ってスライドがちょっとジャンプしちゃったこれです <laughs>。と、これがあの一番簡単で古くからあるえとケルマック・マッケンドリックの あの提唱しした SEIR モデルを示てていいいまます、えー、と一番古いのは1927年に論文が出ていますで、えー、とどう単純化するかっていうのは実は数理モデリングをする人間にとってはすごくセンスとか経験とかものを見る目が問われるところなんですけどいや彼らのこういうモデル化は個人的にはすごいなって思ったんですけどまず広がりを考えるために人のグループを4つに分けましょうと。でそれが はじめ S って書いてあるんですけどこれはサステップティブの略で感受性者簡単に言うと免疫を持っていない人で今後かかる可能性のある人ですそして E っていうのはエクスポーズとの頭文字なんですけど感染したけれど人にうつすことのない人ですで I っていうのが感染してかつ人にうつすことができるインフェクシャスの頭文字 I ですでそののの後に、えっと、このモデルの中では リカバー回復するとして感染したらもう免疫を持ってもかからないぞというモデルを考えています人をこういう4つのグループに分けることでその感染した人がどういうふうに増えていくかっていうのを簡単に表すことができるしかも登場人物4つだけですからあの複雑な10個も20個も式はずるずるあるようなものとはもう全然あの違って非常にきれいで分かりいいかなと思っていますで でここに、えー、と一応表も出したんですけど S、えー、感染前の状態の人はもちろん今後の感染の可能性はあると E の人は感染したんだけど今は感染させる能力を持ちません。で I、の人は、えー、と今感染中でかつ 人に感染させ R はもう回復しちゃったのでもう感染人に伝わることもあの人に感染させることも感染させられることもないよっていう状態ですで、えっと、ここで一つ注意がお医者さんの方と,ちょっとお話しさせていただくと、えっと、潜伏期の部分であの混乱が生じるんですよなぜ混乱が生じるかというと多分モデリングをする人と実際に患者さんを見ている人で感覚は違う で実際に患者さんを見ていると潜伏期というのは表情が出ていない人は潜伏期にあるなという,ふうに判断してかつ、まああの、それでしか多分判断できないと思いもちろんあの検査をいろいろするとわかると思いますけどでモデリングをする人間は、えっと、感染を伝えられるかどうかが重要なので潜伏期というのは例えば咳くしゃみをしていたとしても感染をうつす状態でなければうつせない。 ないような人はもう潜伏期の感染者として分類しています。これは症状じゃなく、感染力でえっと集団を分けるということをしているので、ここは実際のそのお医者さんの観点と数理モデリングでモデルでこう仮定します。っていう部分の違いです。これはなんかなんだろう。ポリシーとかではなく、こうこの中ではこう仮定します。よっていう部分の違いだと思っています。で、ここでちょっと式は出てくるんですけど、あの？ まあ、うっとなる方もいるかと思いますがちょっとお付き合いいただければと思いますとこれは、えー、と微分方程式というものなんですがこの横にプレイヤー4つが S、E、I、R がいますでそれがどういうふうに時間的に増えたり減ったりしてるかっていうのを示す式になっていますでまず1個ずつ言いますと初めが S この状態の人の数がこういうふうに減るよってこれは何かというと 感染して E になることで S の数は減ります。なのでマイナスがついています。で、ここにある β っていうのはパラメーターと呼んでいてどれぐらい感染させやすいかというものを示す量になります。で、i と r の掛け算になっているんですけど例えば感染前の人がいっぱいいても感染者がいなければ感染広がらないので,でこれがたくさん広がるっていうのは i がいっぱいいて S がいっぱいいる場合には この部分が多くなるので、どんどんえあの未感染状態の人が感染して E にどんどんなっていくというものを一番上の式を表しています。で、2番目の式は、えー、とこの E の状態がどういうふうに増減しているか。この1番目のこの式、この部分ですね、ここ同じ値なんで、同じ中身なんです。マイナススがプラスになった。これは、 この部分が移って E になったためにここプラスになっています。感染して E になった子が一番初めになっていて、意味は先ほどのえっと I と S が接触して感染しています。で、次に新しいものがいて、これは E からある確率で I になる。えっと潜伏期の状態から人に移せる状態になるっていうのをこの部分で入れています。その部分マイナスになっていますね。こういうふうに移るものです。 でその移った先がどこ行くかっていうとここですね E から移った人が i になってこれ増えてる部分ですこっから入ってきてどんどん増えていますでそこの分、えー、と i も回復して r になるんですけどこれマイナスで i の数に対して頑張ったこれもパラメーターである回復率で回復して r になってるので減っていますで r についてはこの減った分が R の数としてて増えてくといくうふうな形になっていてまあ一見あの微分方程式で上ってなるんですけどプレイヤーは4つそしてパラメータといわれる例えば β 感染のしやすさ μ は e から i に移りやすさどういうふうに変化するか簡単に変化するかなかなか変化しないかっていうのを表すのが μ という値で表させていて γ は i から r にどれぐらい早く移るかっていう同じような値を表しています。 なのでまあ簡単でないかもしれないんですけどまあできるだけシンプルに多分表した形になっていてえっとこれからの話もこの β とか μ とか γ をパラメーターというふうに呼びますあちなみにここが表すステートですねでこれが元ででこれをえっと横軸を時間で取ってあって縦軸を数で取ると 例えばこんな風なグラフが出てきます初めにほとんどの人が感染してない状態でちょっと感染者入れるとある時から感染が広がってぐっと感染してない S の人は減っていきますその分 E の人がちょこっと増えてその時に I の人がちょこっと増えるその人がか回復することで R の人がどんどん増えていって最終的にまあ,えっとまあ感染した人は R に落ちるんでこういう形になっていますただこういう形を見てもちょっと分かりにくいかと思いますので一応ちょっと Excel ファイルでプログラムをごく簡単なプログラムなんですけど書いてみましたとこれは先ほどとで実はあのパラメーターと言われるものが違っていますで同じように見方は同じなんですけど S で E で で、R、といいう,うになっていますでここでパラメータの値をちょっと変えてやって何が起きるかっていうのをお見せしたいなと例えば感染確率を今0.05に設定します0.01ちょっと0201にしようかなよいしょ感染しにくくなるとこのピークがなかなか感染しないようにちょっとこっち側に移りましたね感染の広がりが遅くなりますで一方でもちろんこれを 増やしてやるっていうのができて、えー、まあ、ちょっとだけ増やしますね。こういうふうにやっぱりあのこっちが早い時間に感染が広がって E の山がこんなところに来ていてっていうふうに様相が違います。じゃあここを元に戻して、でえーとどうしましょうね？μ を変えましょうか。μ っていうのはここにいる量なので、ここからここに移りやすくします。 安くするというのはこの値を大きくすることなのでそうするとグッと山が寄ってきてとていうのはここからここに移りやすくなるので山がちょっと寄ってきますね <laughs> でえっ、ー、と同じようにガンマについてもこれぐらいでいけるかな同じようにちょっと寄りますねこの2つでこっからここに行く速さが変わるので山の位置がこっちに移動していきますそういういうにえ 実はこれぐらい簡単な式で表すことができると,、えー、と多分皆さんちょっと触ったことはあるかなエクセルとかでも計算してどんな感じになるかなっていうのは全体的に見てやることができますで元に戻りますと現在のスライドからはいそんな感じで,で今は数だけ考えたんですけど実際の感染を考えるときにはやっぱり人の移動って重要だなと。 で大きいレベルでは国境越えで飛行機とかで行ったりとかするデータものがあります。これについては、えー、と航空網のデータや乗客数のデータは一部あの取ることができるのでそういうもので調べることができます。で中くらいの距離としては、まあ、こ,れこの距離分けは私の感覚で分けてるんであ,のあまり厳密じゃないんですけど。 これより短い距離としては一つの国の中の移動で、例えば東京から大阪に行くとか、北海道に行くとか、そういうものがあります。これも航空網や乗客数のデータといったものが国内線でもいいですし、で、取ることができます。 一方で中距離とかのデータについては一つの地域内、例えば関東圏でしたらパーソントリップデータというアンケート調査が行われておりまして、このデータ結果を皆さんが使えるような数値化したものを東京大学の空間情報研究センターが提供していて、申請してちゃんと認可されればそういうデータも使えることになるので、こういうものも使うように,でるようになります。もっともっとちっちゃい距離については結構大変で、例えばこの未来館内でどういうふうに人が移動しているかとか、 どういうふうに人が接触しているかについては、えー、とまあなんかあんまりもちろんなかなかデータ取りづらいですし会社として、えー、と一部そういう ものを出しているところはあるんですけどやっぱり商業利用だったりするのでなかなか研究者がみんなにガンガン使うぞというわけにはいかずでこういうデータについてはいろいろ取りましたよとかこういうふうに簡単に解析できましたよという論文が最近大変増えてきているので研究分野としてはかなりホットなところなんじゃないかなというふうに考えていますでちなみに実際の感染が起きる飛沫感染はおよそ3メーターと言われるので例えば私が5本ってしたら多分この3メーターあたりの人はちょっと危険だと思っていただければと思います なので、こ,でもこのデータはやっぱりそういう意味でもいろいろ大切なものなのでそういうことをちょっと取りたいなというのが元にあって推理モデル大実験を行いましたでものとしてはこういう一、まあ、円玉コンサイザーで、まあ、ちっちゃいサイズあさ後ほど皆さんちょっとお配り一部しますが、はい、がありますでここであの実験させていただきましてこれつながりバッジと呼んでおりますというのは人のつながりが分かるので。 でそれでえっとどうやってデータを取っているかというと,えっとここにちょっとないですけどアンテナがあって発信受信をしてでそれぞれの内部状態を中の,あのマイクロ USB に書き込んであってその状態をアップデートするということをしています。 撮ったデータは音声とかなくてもちろんウイルスが仕込んであるわけでもなくただパケット受信をすることでそのデータを取って内部状態がどういうふうに変わるかあとはおおよそのどこのまあ区画に行ったかって分かるようにちょっと1ビーコンだけ置かせてもらっておおよそこんな辺りをこの人動いてるねっていうのは撮りましただけどあのこの人女性だとか男性だとか年齢いくつぐらいっていうのは一切撮っていないので、えっと、個人情報は全然入っていません で配布は、えー、と未来館の入り口であの配布と解消させていただきましたで行った日、ここにあるんですけど2月12、173月になって12、16、20、22、24と結構たくさん取らせていただきました。 で、えっと、こういう実験というのはもちろん私1人でできることではなくて、えっと、たくさんのメンバーに関わってもらいました。FIRSTIHARA、えっと、プロジェクトの関係で関わっていただいたのが藤原さんとか岩山さん、藤井さんでもちろん相原先生と。あとあの 未来館にその当時いらっしゃった鈴木さんとかあと金沢大の秋田先生とかにも関わっていただいて、えっと、秋田先生にはこのおバッジを作っていただくという大変なところを <laughs> お願いしてやってもらいましたで全体でもうみんなでどうするああする,あするどれぐらいしたら感染広があるかなとこの辺のメンバーが。 まあ詰めながらここまでさすがに相原先生ちょっと詰めていただくわけにはいかないのでこの辺の実装部隊が詰めながらあのこちらで部屋をかお借りしてわーわー言いながらなんか秘密基地みたいだなと言いながらやっておりましたで、えー、と人の今の電波を使って,ってやっているのでおよそ,その今の電波到達距離5メーターぐらいで壁がなければ 壁がなくて何も障害物なければ5メーター壁があって廊下みたいなところだと反射してあの遠くまで届くのでもうちょっと伸びると思いますだけどまあ,あのこう言ってもしょうがないのであのぜひ,ぜひあの皆さん手に取っていただきたいなと思いますではスタッフの方からです、ね、40名様にバッジをお配りしますのでちょっと最初ご覧になっていただけたらではスタッフの方、はいえー、と最初の。うんあの 40の椅子の方にお配りしてくださいあとでですねスイッチを入れてもらいますのでそれまたあの説明しますのでまずはですねちょっとお手に取っていただいてこれが今お話に出た実験に使ったものになっています 繰り返しになってしまいますが、それ自体にウイルスが入っているというわけは一切なくて、あくまで電波のやり取りで模擬しているということですね、シミュレーションのものなので、どうぞご安心ください。今日でですすねね実験の器具が ちょっと数の都合上、40しか用意してありませんので、最初の,あのお座りいただいて40名様にあのお配りしていますので、後からお座りになった方、申し訳ございませんが、説明は随時しますので、そういうことで、あの後でまた実物をお見せすることができますので、今は少々あのご了承ください。よろしししくおお願いまますでは皆さんお手元行きましたかね最初の40のうん席 青い椅子じゃない方にお配りしているはずですけどもまだ行ってない方いらっしゃいますか大丈夫ですかねあまだはい青い椅子じゃない方であじゃあ多分こちらが今1個空いてるからそれでかなはいじゃあちょっとそれでやりましょうあじゃあ,あ浦部先生のこにじゃ、はい、では皆様これをお手にぜひ えっと、まず精密機器なので落としたり力をべきとかしないでくださいね、まあまあ、言うこともないと思うんですけどしないでくださいねと一応言っておきますでそれで、えっと、l e d ダンプは今消えてる状態だと思います一応何も光ってないことを確認してください次に、えっと、一応安全のためにカバーフィルムといって透明なものでくるんであるのでそれもちゃんとありますねってことを一応見て確認してくださいでそれからアンテナついてますかっていうアンテナは、えっと、ここの ここの先っ端にちょっとついてるんですけど、この XB の黒い線のようなものが出ていたら、はい、アンテナ OK ですので、はい、アンテナがついてますねと。で、ここまで,できが確認できたら準備は OK です。で、次にしたいんですけど、1つ重要なお知らせがありまして、あのー、ですね、ちょっと藍混ぜました。<laughs> ほとんどの人はあの未感染状態です。でも一部の人 感染した状態でお配りしておりますので、混ぜてしまったものはしょうがないので、進めさせていただきたいと思います。当たった人は、よかったなと、どれぐらい広がるかなと見ていただければと思います。<laughs> では、ここのちょっと見にくいんですけど、ちっちゃいポッチがあります。ここを軽く優しくスライドさせてみてもらえますか。 取り出していただいて構いませんのではいそれであの後ろの上の部分にちょうど上向いてスイッチがあると思いますのでそこを反対側に移動させていただくと勝ちとつきましたねこういうふうに緑あるいは一番人赤っていうランプがつけば準備ですつけたらまたあのはいあの カバーに入れて首から下げてちょっとあの観察していただけると、はい、じゃあ1個つけさせていただいてこの状態でつけ方がわからないとかなんかおかしいぞっていう方はいらっしゃいライトついてない方いらっしゃったらちょっとあのあじゃあちょっとあのスイッチを入れて 問題ございませんかね、はい、周り見ていただくと緑の、ねえー、ランプお互いついているのを確認できますよねさあ隣見てお赤だぞっていうのは <laughs> あるかもしれないですけど、まああのー、進めますか <laughs>、はい、でこういうものを皆さんあの入り口でお配りしてでその日どうだったかってデータを取ったものが、えー、とこれになります。 横軸が時間でここ13時ですね14時15時で今の時間おこの辺りですねこ,のこれがえっと3月20日の実験で初期感染者は1人だけにしましたでランプの色が何を示すかっていうのはお教えせずにあえてお配りしていますそうすると初めこの S が増えているのは入ってきた時にあのつけていただけますか OK だよって言われた方につけていただいたのでそれで増えていますそしてちょうど増えきった頃にじゃあそろそろふあの感染者 行こうかなと入れましたそしたらここが感染者がと導入されてこの赤があの感染者ですねそして感染が広がって E になったのがこれですでその後にか回復したのがこの線になるんですけどこの日の状況はここから入れたんですけど15時半ぐらいにここグッと増えてるところがあるので感染がどうも広がってるらしいと。 もちろんあのウイルスじゃないですよ、電波ですよ <laughs> あので、どこで広がったか、どこで感染したかを示した図がこういうもので、これは先ほどメンバーの岩山さんにちょっと作ってもらったんですけど、横軸が場所です、場所ってでも、まあ、番号で書いてあるんで、ここは例えば企画展の入り口です、えーと、今の企画展の入り口はちょっと違う場所にあるんですけど、その時企画展があったところの入り口になります、でここが足元、展示あたりで、ここはドームシアターの部分です。そうすると 企画展の入り口でどうもバッと広がっているんですね、このちょうど16時前ぐらいに。でそれからアシモの方でもちょっと広がっているし、やっぱりドームシアターの入り口近辺でもちょっと広がっていて、でドームシアターの入り口、まあ、ご存知の方もいるかと思うんですけど、えっと、あの行列があるんで、そこでどうも広がっているみたいです。でこれが、えっと、ネットワークの図で表してみました。黒あの赤丸があるものがお配りしたもの。 でそのまま何もないのが何まだあのこちらでキープしているものですそうすると時間が増えると点が増えていって線は接触があったもの 5m 以内に入った人とかそういうものだとは思っていただければと思いますけどそういうものがあってこういうふうにどんどん密になっていきますちょうど感染が広がった3時30分ぐっちゃぐちゃですけどたくさんの人がいてたくさんの接触があったってことが分かります接触がないと感染が広がらないのでかといって接触があっても あの感染した人がいないと広がらないので,でこういうふうになっていって閉館の時間になるとお客さんが減ってきて減るということがなっていますこのデータについてはえとこれも素晴らしいものを作っていただいてあのメディアラボの入り口でもうちょっと入り口かなあの辺りにあるんですけどこういう形でえとこれ皆さんご覧になれるサイトである日のデータこれ3月1日ですねの情報を展示しています。 でこれが、S「SEIR」I R、で丸を出していてでそれぞれ番号だけ書いていますでスピードも変えれるんですけど今はちょうどこの時間がゆっくりこういってるんで,こうでスピードもちょっとアップするとこんな感じで早送りではできるこれもなんかもうお願いしてあの未来館にいたあの鈴木さんとあの業者さんがやり取りしてすごくかっこいいものを作ってもらえたなと思ってるんですけど こんな感じである日のデータを見ることができます。で、これについてはあのメディアラボの入り口で皆さんも触っていただくこともできますし、お家に帰ってからでも、えっとこのサイトファーストのなんちゃらちょっと見えにくいんですあの入り口の方がわかりいいと思うんですけど、このサイトあの未来館のページから行けますよね。はい、行けます。からも行けてあのご覧になることができます。こういうのをこれ別の日ももう一回ちょっと見てみますと、例えば。 日が違うと感染のこのピークの山の状態とかだいぶ違っていて人の動きも違うしいろいろ面白いんですけどこういうふうにすごい結構きれいに作ってもらった側で言うのは何ですけどえらくかっこよく作ってもらえたんですけど。 来館者が増えて総人数がどんどん増えている状態ですね、うん、こんな感じでこれ以上早くできないのかはいこんな感じで作っていただけましたではちょっと本編に戻りたいと思います でですねじゃあ、本編に戻りまして今みたいなものをつけていただきたいんですけど感染した状態の方いらっしゃいますか赤の方おその辺りその辺り広がってますねここと、えっと、じゃあ、黄色っぽい方いらっしゃいますか 潜伏機の方がこの辺り、あ倉そこ中心ですか、ね、<laughs> その辺りを中心にどうも広がりがあって、今、この短い時間で設定したんですけど、広がっていますね、えー、ともしよければ、一番初め、実は私、初期の感染者だけどって方、手を挙げていただけますか、おっと、そちらはす,すごいパワーで <laughs>、こちらはなんか、マイルドな感染が <laughs> 起きたみたいで。うん これぐらいの感じでこうどんな広がっているか今、リアルタイムで見れるように時間を設定したので広がっていますね、すごいですね、この時間でよかった、うまく広がってくれて <laughs> はいじゃあ、お帰りの際にまでにいい,ですですいいんですけど今の同じようにスイッチを切ってあの帰りの際にはお戻しいただければなと思います。広がりましたたね。かったです。 じゃあ、ちょっとこちらも一旦切っておきますね。はい。で。五本もある。どうしよう。時間はちょっと長めに、まだ残っているんですけど。おおよそ、これで質問でもいいですか。はい、そうですね。え、では、えっ、ー、と。はい。ここからは、質問タイムにしてみたいと思います。えー、今までの、えー。 研究の内容でもそうですし、あとは浦部先生のこれまでのこととかね、いろいろな質問あると思いますので、ぜひこの機会に質問ある方いらっしゃいますか、挙手をあの手を挙げてくださると、その方にマイクをお渡ししていきたいと思います。ちなみに、えー、日本人って一番最初に質問するのすごく苦手なんですよね、だいたい誰かが行くと、次の方から行くんですけども、どなたかいらっしゃいませんか、あ,ありがとうございます。<laughs> あ、すみません。えっ、ー、と、その数理モデルを作るときに、やっぱりその複雑にすぎしすぎると、まあ、本質を見失ったりとかっていうのがあると思うんですけども、で、あの先ほどの話でなんかこうセンスが重要だっていう話なんですけど、うん、えっと浦部先生ね、その数理モデルを作るときに、そのセンスの磨き方っていうのはどういうふうにされてるんですか。それ私も知りたいです。<laughs> 私も知りたいんですけど、えっ、ー、と基本的に何事にも興味を持って。 でこれって面白いなってまず思うことと面白いなと思ったらどこが面白いと思っているのか自分にまず聞いてみることそうするとその面白いの源流はこの現象だとどこ,があるんどこにあるんだろうと頑張って見つけてそうすると多分それがその現象のキーポイントになると思うんでそこを主に考えていくということでモデリングをすようにしています。ででもうついいすすか。すみません。えっ、ー、と、その… 数理モデル研究されてる研究者の方って、結構最近多いとかっていう話とされてたと思うんですけども。他の研究者の方で、こういう質問されたら、どういうふうに答えられるんですか。本当にそれも難しいですね。ねセンスとして磨いてるんですかって、こういろんな人に聞いたら。いろんな方、やっぱり現象をたくさん見ることとか。えっと論文なら、先行研究をちゃんと調べることとか。いうことかと思います。あとはもちろん、子供の頃からいろいろ。 いろんなことをして実験みたいなことをして感覚を磨くとか、いろんな答えがそのセンサ別であるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますか？ではします。今日は貴重なお話ありがとうございました。えっと SEIR モデルのグラフでえっと感染確率をかけることで、はい、グラフの変化が変わる。 っておっしゃっていたんですが、はいえー、数理モデル大実験などの時にどのように設定するのか、はい、その理由もお答え、はいはい。ありがとうございます。ちゃんと説明しなかったところです。<laughs> えっとこの場合にえっ、ー、とモデルこの中に入れれるパラメータが実はいくつかあって、えっ、ー、とパケットを受け取っても感染しない場合があって、ある確率で感染するとしているので、そこに今のベータのような感染確率を入れることができています。 で回復についても時間を設定しているので、それもえっとモデルのあのパラメーターと対応させることができます。ありがとうございました。さっきご紹介したあのホームページの日付がいろいろありましたけども、それがパラメーターが変わっているというふうにご、えっと、理解してもよろしいですかね。えっと、パラメーターほぼ変えてないんですけど、うん、ほぼ変えてないんですね。変えていですけど、はい、状況が違うので、はい、状況が違うふうに、はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。他に質問はありますか。ぜひ。 この機会にあはいマイクをお願いします。あどあの,あの面白い話ありがとうございます。あの主題のところではちょっとずれるんですけれど、粉体のなんかあのお話のところで、えー、ちょっと面白いなと思ったんですが、あの硬いものと柔らかいもので強度を上げる。 こととができるというあのよく硬いプラスチックに柔らかいゴム成分を入れて衝撃してげるというのはごく普通に使われてるやり方だと思うんですけどその時は硬いものがマトリックスで柔らかい粉体を混ぜ込んで強度をあげるという感じでしたが、はい、先生の実験の時あっていう実験というかあるいはそのモデルの試験の時というのは粉体同士という感じなんですかそれともやはりマトリックスになんかその粉を入れるというか。 はいえー、とこれは、まあ、バネでやっているんですけどもともとこのきっかけは、えー、と北海道大学の、えー、と実験のデータがありましてダブルネットワークよりちょうどさっき見たらあのちょっと展示されていたんですけどあの高分子で柔らかい高分子とあの硬いものをうまく混ぜ込んでやるとそうするとその衝撃を吸収することができるしかつあの破壊にも強くなる。人工軟骨に応用できるんじゃないいかというあの ことが期待されている物質がありましてそうするとそう混ぜることで何十倍かには少なくとも強くなるはずでそういうものを聞いてじゃあそういう網網みたいなものが2種類あって硬さが違ったら何が起きるんだろうということから始めた研究なので,でネットワーク同士みたいな感じのイメージで持っておりりまますす、はい、あ,ありがとうございます 3>, 3階の技術の展示のところにあります。のであの 関心持たれたれ方方はぜひそちらの方も見てていってください他にありますか、ぜひこの機会なのでまたお受けできますがでは後ろの方えっとこの感染のモデリングというのは要は最後は実用化として感染者を少なくするというところがゴールでやられている研究なんですかえっと 研究のゴールっていうところはただ単に興味本位でまずやってみたっていうところとのゴールっていうのがどういうところを見ているのかなっていうのがちょっと興味興味があったんですけども、うん、ありがとうございます大変いい質問で実はちょっと前に特許申請しましてあのというのは感染症の関係で地域対策をどういうふうにすれば全体の感染者数が抑えられるかというまさにそういう対策を例えば全部の地域例えば東京都 大阪福岡全部に同じようにできればベストなんですけどそうできない場合例えばワクチン配分なりその、まあ、いろんなもの啓蒙活動するなりそういうものが全部にできない時にどこから抑えるべきかっていうのを数理、えっと、モデルを使って、えっと、広がりを抑えるためにこの地域を優先的にまずした方がいいんじゃないかっていうのを計算できるようにしてその,あのシステムについて特許をこの前申請しました。 そういういうに対策感染症をさまさにあのおっしゃられたとおり感染者数をまずは減らすでそのためにどういう対策を打つとどうなるかというのを実験できるのでそしてあのちょっとちゃんと言い忘れたんですけどメディアラボの中でも、えー、とあのパーソントリップデータ人の流れデータを使った、えー、とシミュレーションがありましてそうするとどれぐらいの期間人を移動しないでくださいねというとどれぐらい抑えられるかというのを あの実際に人に知ってもらわなくても、あの調べることができる、おおよそどんな感じになるか、そういうものにあの今後いく、ちゃんと生かせていけたらなと思っています、はい、ありがとうございます他に質問ある方いらっしゃいますか、あと一つ、二つ受けられるんですけども、どうでしょうか。前の方とかいいですか、せっかくの機会ですけども。 あのちなみに今、小学校、中学校、高校の方は今後、研究者住進むと私、同じ職場に働く可能性もあるのであの <laughs> ぜひ来ていただけたらとても嬉しいんですけどあのここから興味を持って、まあ、どこに行くにしてもぜひとも面白いなって思うところを見つけてもう熱心に取り組んでいただいて結果としてあの同じ職場とか働けたらとても,もう泣いてしまいますがそんなことあったらいいなと個人的に妄想しております。 関連して私から質問をさせていただきたいんですけれどもやはり数学の分野ですと女性研究者っていうのがなかなか少ないんじゃないかなと推測しているんですけれどもそういった中でこう先生が感じられることとかありましたら教えていただきたいなと思いました、はい、ありがとうございます、えっと、まさに女性研究者はとても少なくて物理数学工学どこ行っても教室にポツンと1人女性がいるみたいな感じになりますなのであのやっぱり感覚的にちょっと あ女性差別じゃないけどなんか女性がいてもいいんだけどちょっと居づらいなっていう感覚はいつもありますだけどやりたいことを貫くので、まあ、みんなが別に悪い人じゃないしそ,のそう敵意を持ってるわけじゃないけどなんとなく居づらさは感じるところあるんですね。だけどどももうう結果ここにどうにか生き残ってられるのも、まあ 結果、皆さん協力してくれてなんとか生き残させてもらった感じがあるので今後、本当に女性研究者がどんどん増えていったらそういう変ないづらさとかそういうものもお互いになくなるんじゃないかなと今のは女性が少ないのでちょっと女性がいるとあれって感じになるんですけど女性がまあ半分と言わずとも2割、3割でもいてもらったらあいてもいいんだってお互いに思えるそしてもう研究に邁進できるような環境になればいいなと思っています。 まあ参加者やまあ他の来館者の方にもそういうことを私たちが伝えていけたらなと思います。どうもありがとうございました。はい、他にありますか。でははいそちらの方今マイクをお持ちしますので。どうもありがとうございました。えっ、ー、とこういったあのモデルを組んでであの実際シミュレーションをするっていうのは。 さまざまな分野にあの結構応用が利くと思うんですけれども今後先生がこういったものを実際にやっていきたいというような展望がありましたら教えていただければと思います、はい、がとます今はもう破壊とか感染症とかあったんですけど実はちょっと前にあのゴキブリの研究をしてたりとかフェロモンでどういうふうに動くかで今実は新しいところであの雇用されていてそれはあの電力系統の シミュレーションとか電力系統をどうやって安定に運用するかということを今、研究を始めている最中でしてそういう方向にもまさにその電力がないとすべて成り立たないのでそういうところにも今後ちょっと研究を広げていく予定でいますまだ受け付けられるんですけどもあと1つかな2つかなはい、他にいらっしゃいますか。 よろすみません、感染のモデルで SEIR モデルですか、すごく分かりやすくて、えー、いいなと思うんですけど、リアルワールドは決してはいかないと思うんで、その実際の世界にこうアダプトさせていくには、いろんなモデルを当然考えられると思うんですけど、そうするとかなり複雑なことに、でそういうふうな。 格好で研究されているのえっ、ー、とまさに SEIR の今のこのモデルで言っているのは全部の人が同じように接触をすると仮定したらこういう形に書けますよっていう大きなあの強い仮定が入っていますだけど実際人が同じように接触するということはないのでこのモデルを使ってもっと広い世界に広げた例としては例えば地域内 狭い部分についてはこの s i r あるいは SIR っていうのもあってあの扇風機を考えない場合そういうものがあ,るあってでネットワークで他の地域とつながっている航空網でも鉄道網でもそうするとその移動についてはデータを使うことができるしあるいはもう仮定をしてもいいしで地域内ではこれで広がるってことをしてこのモデルを使っています。で 他には、この SEIR、今、ちょっとちらっとお話ししたんです SEIR、SIS っていうのもあるんですね。感染してから、えっと、またあの治るんだけど、また感染しちゃうっていう病気もあるので、その場合にはそういうモデルを使ったりとか、いろんなバリエーションがあって、例えばワクチン接種をした人を入れるとか、ものもこの、こういうシンプルなものだからこそ、どんどんこう枝葉をつけて応用につなげることができるんじゃないかなというふうに考えております。 他に質問ある方いらっ、しゃいますかあ、<laughs> はい、最後にじゃあ、はい、いえ、何度も申し訳ないんですけども、CIR モデルの,そのモデルと、あのちょっと付随した説明で、その飛行機とか電車とか使って移動が入る、あ移動がもちろんあの影響してくると思うんですけども、このモデルでは、その移動の影響っていうところは、 えっと、実質的には書いてないと思うんですけどどこにに含まれるるこことになるか、えっと、このモデルでは移動がまさに入っていないんですいいないのでも、えっと、しこれにもうちょっと数学的に移動を入れるとしたら、えっと、言い方がちょっとうまく言えるか拡散を入れるんですね、えっと、ある人がいて、まあ、ランダムに動くとするとそれは、えっと、その効果を数式に入れることができるのでそれを入れて今えっと まあこういう微分方程式なんですけどえっと変微分方程式と言われる形で書くことができてそのランダムウォークみたいな形でえっと式に入れることはできますだけどそ、そそリアルな世界とはかなり乖離があるのでそこをどう埋めるかというのもちょっといろいろ考えていかなきゃいけないところだなというふうに思っていますあではお時間も近づいてまいりましたので最後に浦部先生から一言あ言さっきも、えー 後に続くというかあの数理工学の世界に入ってくる方もあの大歓迎というお話がありましたのであのこの分野の面白さというのを改めて最後にあの、はい、皆さんにお伝えいただけただ、はい、ビッグなテーマで大変あれですけど <laughs> 私もともと物理出身で数理工学以前にいろいろいたんですね物理に行って工学分野に行って数学分野に行ってで今こちらにっていうことなんですけど。 えとこの分野のすごい面白さっていうのは先ほどちょっとおっしゃっていただけたようにあのいろんなものにあの適応できるあのいろんなもの破壊でもそうですしその感染症でもそうですしある種どんな現象でもその現象が、まあ、数値化できるっていうのはちょっと多分 必要だと思うんですけど何か計測できるものについてはその現象をしっかり見て自分でモデル化してそれを検証することができるしかもこれぐらいの私がよく行うような計算だったらそのデスクトップのパソコンでできるのである種誰でもできるような、えっと柔らかさはありますただし柔らかいから何でもやっていいよっていうわけではなく、えっと、その人なりの考え方とか物事の見方っていうのがモデリングにすごく影響を与えるので。 そういうものをこう自分の独自性を維持しながらその独自の目で現象を見てどういうモデルが立てれるかあるいはどういう解析をしたらこの現象を知ることができるかっていうのは本当にその個々の性質というか才能だと思うのでぜひ今後目指される方もこれからあのちょっと。 僕ちょっと知りたいよっていう方もぜひそういう物事をこう見ていただいて、でもうぜひ今後の方ウェルカムですし、今から勉強したいっていう方もぜひあの何かの機会があれば、最近たくさん本も出ているので、書籍等々を見ていただければと思います。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございました。では皆さん最後に、えー、浦部先生大きな拍手をお願いします。<laughs> 先生ありがとうございました。